ただいまより、高梨ナックル美穂選手のインタビューを始めます。まず試合終えての感想をお願いします、えー。自分の思うような、ちょっと今回倒せず、自分の思うようななんか試合ができなくて、えー、反省ですね。ありがとうございます。今回の対戦相手の印象はいかがでしたか パンチ警戒してたんですけど、まあ、自分が思ってたよりパワーはそこまで感じられなかったんですけどちょっと距離取られたりオーソドックスサウスポーに変えてたりあと、まあ、蹴り技カーフキックとかがあってそれやりりにくかったですすねありがとうございますプレスの方で質問がある方はいらっしゃいますか あの攻め込まれる場面が結構あるように見えたんですが、えー、と相手というよりも今のお話を伺うと自またちょっと行く場面で行けなかったとっいうところが、ね、自分の弱さで判定,判定というかあの延長まで行っちゃったなっていう感じです。判定についてはどう思いましたか うん,うんそうですね攻めるところで攻めてなかったんでちょっと映像を見返してないんで分かんないんですけどうんまあ延長では勝ってたなって思いましたね。はい、ありがとうございます 他にいいらっしゃいますか延長ではって今おっしゃいましたけど、じゃあ、本戦はどう思ってたんですかやっぱりそう、手応え、パンチの手応えとか、まあ、蹴りは入ってたんですけど、パンチでちょっと前に行けなかったんで、そこで、まあ、ドローかなっていう感じはしてましたね。じゃあご自分に一つ入ったのは納得でということですか 一人、自分、あの高梨選手に1票入ったのは、まあ、それは納得で、というか、あそ,それもちょっとあの、なんだろう、ドローの2人の方があが、自分の考えに近かったってことですかそうですね、うん、勝ってるなっていう感じはしなかったんであ、ドローだな、ドローだなっていうのもあれですけど、うふうには思ってましたね。ありがとうございます。はい 他にいいらっしゃいますかそれでは最後にカメラに向けてファンの皆さんへメッセージをお願いしますいつもは会見で倒す、倒すって言ってて、ちょっとそれがここずっとできてないんで、次こそはその倒すような技、ちゃんと身につけて、ミニマム級盛り上げていきたいんで、応援、これからもよろししくお願いいたします以上で高梨ナックル美穂選手のインタビューを終了いたしますありがとうございます。